ポスター、ムーラン・ルージュのラグール1891年、ロートレックがキャバレーとは、本来は、ダンスやコメディショーなどパフォーマンスをする舞台のあるレストランやナイトクラブのことである。なお、日本の風俗営業法では、キャバレーとナイトクラブは、明確に別種として区分されている。語源は、オランダのカブレットと同じフランス語圏内のピカール方言であるカンブレットと、諸説あり、 はっきりしていない。当初は小部屋と意味合いで使用されていたが、その小部屋で酒が良く飲まれていたことから、居酒屋の意味するものに変わっていく。パリのモンマルトル界隈ではかつて19世紀の1881年に、ロドルフ・サリスによって開設され、伝説的な流星を見せた、ルシャノワールと呼ばれるキャバレーがあり、エリック・サティア、パブロ・ピカソなど、モンマルトルに住む、 名だたる芸術家たちの若き日の溜まり場となった。現在も、お、ラパンアージルをはじめ、ピアノやアコーディオンなどの伴奏によるレトロなシャンソンを聴かせる、王子の雰囲気を残すいくつかの小さなキャバレーがある。同様に、パリ郊外の川沿いには、ギャンゲットと呼ばれるレストラン兼ダンスホールがあり、19世紀から続いている。現在も年配者を、 はじめ多くのパリ市民に親しまれている休日午後の娯楽となっている。パリにはまた一方で、ムーランルージュやリード、クレイジーホースなどの、いわゆる高級キャバレーもあり、こちらは大規模な店内で、トップレースの女性が、舞台上でスペクタクルを繰り広げるのが特徴である。歴史的には、フレンチカンカンが展開されたことでも有名である。ドイツ語圏におけるカバレットはニュアンスがやや違ってくる。 オーストリアではカバレーという、カバレットとはドイツ語圏において文学的なバラエティ以上のことである。シャンソンを聴かせたり、寸劇、演芸を見せたりする場所であり、及びその作品のことでもある。その時の政治や政治家の言葉を比喩するカバレットも多い。ありがとうございます。